皆様こんばんは。顔がパンパンに腫れてしまった元男の子の青木かのんです。やばくない？あ、今ねこれ顔に塗り薬やってデカデカしてるんですけども、気にしないでくださいね。腫れてるんですよ。しかもちょっとわ汚くてごめんなさい。赤い斑点が顔中にびっしりで、この首ここもで、こっちはねなんか赤いあざみたいのがボコ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 ってなってるんですよね。しかも腫れてるんですよ、まぶた。こっち腫れてないのにこっち腫れてるんですよ。ほら、なんか泣いた人の目っぽくなってない？普段ここのフェイスラインこんな感じなんですよ私。なのにここあざっぽく腫れちゃってるんですよね。これ今光って飛んでるからかわかんないですけど、もっと赤いんですよ実は。実際こんな感じですよ。やばくない？なぜ私はこうなったかっていうのがあんまりはっきりしなくて、事務所の会食もそうだし、同窓会でここ2日連続ビールをいっぱい飲んだんですよね。で、私ビール普段全然飲まないんですけども、ビールを突然摂取量を増やしたからこうなっちゃったのかなみたい なそれを主査っていうらしくて、アレルギー反応を起こしてちょっとやばくなっちゃったパターンがこういう、ちょっとよくわかんないですけども、で今もう痒いんですよね。書くと広がっちゃうからもう書かないようにしてるんですけども、私のお母さんもですね、ビール飲んだらブツブツできちゃって大変になる人なんで、私もそうなのかな。で、最悪なのか、今日本当は撮影予定があってスタジオとか借りてたんですよ。あのもうこの状況だし直すことが優先だから、キャンセルこの後しなきゃいけないですよ。明日も事務所の中で常識のことを守ろうみたいないう、あの講習会もあるんですけど、それも私欠席、それは連絡済みなんですけど、ちょっと前焼き長くなったんですけども、まあ、こんな状況になってしまったんで、一日引きこもりの様子をお届けしようと思います。記録としても残していきます。顔が腫れて喋りにくい。みんなにちょっと今日ごめんみたいな今連絡をしてます。ちょっと待ってね。なるほど。韓国の元男の子 YouTuber のパニさんにもちょっと相談してそしたら、私も時々こんなことになるよ、少しのお酒だけでもそうなるし、で多分性転換手術受けたから私たちって免疫が弱まるんだよね、だからそうなるのかもみたいな、ゆっくり休むしかないみたいな。なるほどね、感謝だ。じゃあ今からあのスタジオに電話します。キャンセルします。申し訳ねえ。すいません、本日予約している申します。ちょっとですね、あの体調が優れなくなってしまって、あのキャンセルできればなと思います。はい、はい、すいません、失礼します。あとは編集マンさんにもすいません、一旦今日の撮影を中止にし5時まで少し休んで決めます。いや、5時まで休むって動画撮ってんじゃねえかお前って言われちゃいそうですよね。そう思ってるでしょ今、休めって思ってるでしょ。これが YouTuber だよ。なんだろうな、なんか面白い企画が思いつけばいいんだけど、身内ネタ、いやどっちかっていうと私身内ネタの方が好きなんですよ、日常系とか。でもそればっかやっちゃうとね、新規、新ってどういう字わかんなくなっちゃった。あれおかしい、新ってこういう字だっけ、全然違う。あのこれ後ろにただの服とかがあのなだれになってるだけなんですけども、これいいわ、人をダメにするソファーより勝ってると思う。私がねよく見るのが最近だと D マガジンってやつ、こういうファッション雑誌とかね電子書籍でいっぱいあるから、あ真似したいなって思ったところをスクリーンショットするんですよ。これグッドノートってアプリなんですけども、こうやってトリミングってしてこんな風にできるんですよ。なんかお腹空いてきた。体調悪い時はどんな食べ物食べたらいいかな。はい、こちらが見つかりました。なんでインターネットカフェが出てくるんだよ、おかしいだろ。なんか中華料理とかもいいんだよな、餃子とかもいいしな。ただなカロリーって餃子って意外とあるらしくて、バーミヤンのあの6個入りのちっちゃい餃子何カロリーか知ってますか。あれ500カロリーなんですよ、あれだけで。それやばくない？いやなんだろうね、髪の毛もこれも。皆さんこんばんは。
顔パン粉です。じゃあこれちょっと下ネタになっちゃうか。え？あ、皆さん気になります、この上のやつ。これね、捨てられずに困ってるんですよね。カメラのレンズとかさ、シュッシュこうホコリ飛ばしたやつをねやったんですよ。あ、これいいかもしんない。手作りワンタンスープだって。これ美味しそうだな。これほんとアレルギー大丈夫だよね。あの、いろいろ疑心暗鬼になり始めてますよ私。何がいっかな。やっぱりな、豪邸に住む女だから、ステーキ黒毛和牛。待って、ちょっと待ってね。しじゃあ注文します。え？いやから何なんだよ。あ、注文できた。3時10分到着。早っ。で、私ね、あの、ウーバーイーツに以前トラウマがあったんですよ。それがこちらの動画。マジで？家が。バレました。まあ、そんなこともありまして、最近私はウーバーイーツするときに、あの、ドアノブにかけてもらうようにしてるんですよね。直接会わないようにして。お前自暴れやるなって思うでしょ。別に自暴れてないですよ。まあそういうことがいろいろあって、私メルカリも最近ハンドルネームをあのゴンザレス・ザ・トルネードっていう名前で、あ、これ言ったらあれか、あ、まあ、でもう買えますよすぐ。やばいやばい、100万人いくんじゃないこの生配信で。ゆうたさんの YouTube チャンネル。やばやば、100万おめでとうございます。この前 Twitter フォロー返してくださりありがとうございます。てかすごいよね。だって私この前30万人いったじゃないですか。それでめちゃめちゃテンション上がったのに100万か。何年後になるんだろう。行けずに私引退するとか。やだよ、そんなの。かゆい。ここ最近の動画で私は、あの、コメント欄によく、ハゲなんじゃないのみたいな、あの、言われてるんですね。普段私は、カメラの画角がこういう風になるようになってるんですよ。あえて、前髪どうなってるかお見せしましょう。はい。要はですね、ここなんですよ。ほら、ここを切っちゃったの私。ペロンってめくって、ジョキジョキ切ったの。ほら、ほらほらほら、めくると。やばくない？なんでこうやって隠してるっていう感じなんですけど、最近なんかちょっとマシになってきたみたいな。もう、ハゲではありません。やめてください。あ、届いた。あ、もう無理。いやー、ついに届いたよ。こういう時ってなんか一人暮らしって辛いですよね。いろんなことから解き放たれたいと思ってさ、一人暮らしみんな憧れると思うけど、体が弱い時が一番しんどいんですよ。分かっててね、私のこの状況を勉強してください。見てください、これです。スープからいきます。いただきます。あっち、あ、美味しい。塩が効いてる、美味しい。見て、ほら、これ美味しそう。うん、あ、美味しい。めっちゃ入ってますよ、このワンタンが。10個ぐらい入ってるんじゃないかな。豚ひき肉みたいなの入ってますね。ミルク揚げいきましょうかね。ミルク揚げって何みたいな。すごっ。なんかね、あの、豆腐みたいな、わかります？ほら、めっちゃ柔らかいの。ほら、杏仁豆腐を揚げたみたいな感じ。自然な甘みみたいな。美味しい。生姜の味も入ってるんで、それがまた体にいい感じですね。よく私の家では風邪とかひいたらあったかいもん食べろっていう、あの、風習があるんですよ。はい。ということなんで、今日はこの辺で動画終わります。ゆっくり休んで、また動画撮れるような、あの、顔面になれるように明日病院行って、また頑張っていきます。じゃあ。
さよなら。